今季国内外 FA 権を獲得した高橋周平選手のトレードは実現することはなく、今季成績は172打席と低い打席数で、9月中旬に出場選手登録を抹消されると1軍に戻ってくることはなかった。球団 OB は、このまま中日にいては選手として終わってしまう。ただ FA で出て以降にも他球団から手が上がるような成績を残せていない。自らトレードを志願してでも活路を開くしかないところまで来ているのかもしれないと語った。まああれだけチャンスありながらひどい成績。高橋が打ってるの見たことない。何年も何年も裏切り続けてるからな。最下位中日を象徴する選手。どこの球団も欲しがらない。中日に入ったことが運のつき。FA したらほぼセルフ戦力外だから。今年は開幕戦だけだったからな。トレード要因には絶妙に高いのが問題。中日の背番号3は完全に黒歴史。三振の数だけ増えてく周平だからな。あの成績では高橋を欲しがる球団は出てこない。早くトレード放出してほしい。代打と守備固めの需要がどれくらいあるんだろう。トレードで誰かつけて2対2の方がまだ欲しいってくれる球団あると思う。今年の成績を見るに緊急事態が起きない限り出番はない。2割5分10本くらいの感じの選手でサードは厳しいと思う。野球選手としては事実上もう終わってしまった感がすごい。周平に関しては育成失敗だと思う。野球選手としては事実上もう終わってしまった感がすごいわ。優の未来は背負えなかった。残念だけど中日では伸びしろは感じない。来年は1年我慢し次の監督の時にもう一度頑張ろうか。FA 持ちでは交換トレードはまず成立しない。新人の頃は期待されてたのに攻守で伸びなかったよな。高橋を欲しがる球団とかあるかね。何も突出したものがないし伸びしろもない。セリーグに高橋周平以下の三塁手はいないからな。本来なら主軸でチームを引っ張ってほしいんやけどもう無理か。